2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い人知れず立ち上がった2人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団、その名も錦糸町フットボール義勇軍。ありました。結集せよ結集せよ、これは革命であります。はい、いいです。さあ、佐藤参謀長、はい、繋がりました。今日も、革命に邁進していきたいと思います。私、口だけ出しのライト総長であります。夫の参謀長である。そしてロック総統である。今日もよろしくお願いします。よろしく。なんですか、ちょっと元気ない感じ。ちょっと元気ない感じ。梅雨じゃん。え、梅雨。梅雨ですよ。ジメジメして毎日なんか嫌じゃない。ちょっと革命に邁進するためにこう今日もね、はあ、集合してちょっと暑い中我々一緒にね、同職のためにですよ、日本のフットボールカルチャーの憂い集まってるというふうにやってるんで、OL みたいなこと言うんだよ。アンニュイな。そうです。アンニュイ OL みたいな、やめてもらっていいですか。ワンレンのね、いい話題なんか何一つないじゃない。昨日の代表なんかひどいもんだよ。まあ、この収録の前日、FIFA ワールドカップ、シンガポール戦ですか。アジア第二次予選。びっくりしましたね。初戦ね。最終予選じゃないんですよね。まだ二次予選の一戦目だからね。で、まさかの無得点。無得点。こうやって過去に あるんですよ。ね、ないんや。二次予選で全部ない。スコアレスはあんまりないか。ない。0-0 はもう記憶にない。いや、例えば韓国とドローとか、ええ、そういうのあるよ。でも二次予選も当たらない。二次予選ってそういうの当たらないから、二次予選でカズが6点取ったとかそういうイメージしかないですよね。そうそう、だから二次予選って大体今までは 3-0 とか 4-0 とか、ええ、そうですね、ほとんど見たことのないなんとかキスタン、もうなんとかキスタン ね、今でこそ覚えましたけど、カイモンさん買ってきますからね。ウズベキスタンみたいな。ジョン・カビラも言いにくそうな。ジャパン VS ウズベキスタン。面白いね。なんですか。それ面白いね。違うんですよ。面白いとかじゃない。革命をね。相当だから昨日のそのいかが見ました。試合を見て、いや、あのしけたなと思って景気が悪いと思って。どんどんしたらどんどんしたらどんどん入りますから。元気がないの。いや、だってさ、あの23本のシュート打ってさ、結局さ、23本も打っててさ、一点も入らないでしょ。で、相手ドン引きで、ドン引きですね。まあ、あれがもう相当のおっしゃるところのうんこ守り、うんこ守り、もう8人から守る、芸術的なうんこ守りだったね。ちょうど上から見るとうんこの形してた。形がそうね、5-4-1ってね。セットクリームの先っちょがあのワントップ、ワントップ。ああいうことなんだと思いましたね。美しいうんこ守りっていうのは。でもね、やっぱカチカチしたね。カチカチやね。カチカチやね。あれ、勝ちなちよ、勝ちなちよ、勝ちなちよ、あの、難弁じゃない方で、そうですね、かなりのあれ形だけ、そうそうそう、もう、緩いとやっぱ難弁、緩いきゃザルでね、てかね、やっぱ、それ、勝ちですね、ビオフェルミンですね、ビオフェルミン監督ですか。ビオフェルミン、緩くしちゃうからダメよ、それはやる、そうそう、ビオフェルミンって硬くする方じゃない。あ、そうか、硬く、ちょっと成長剤か、そうですよね、じゃあ、あれだ、日本代表はコーラックが足りなかったっていう。センナとかね。ドンチンは大丈夫ですよ。でもさ、監督がドイツ人なのね、あれね。そうですか。そうですね、ドイツ人でした。だから、いわゆる、まあ、本当のクソ守りに見えるけど、あれ本当ディフェンスラインをしっかりラインディフェンス取って深く守ってて、4枚と5枚と5枚と4枚入れ替わるんだけど、あれはね、ずっと変わんないんだよね。変わんないっていうのは、そのだからうんこのぐるぐるの2巻き目と3巻き目とそうそうそう、2巻き目と3巻き目がだからディフェンスラインが4枚に守ってる時は中盤が5、あ、なるほど、で5になってる時は中盤が4、
ていう、必ずその法則に従っていいウンコの形を保つ、そう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 、はい、で必ずワントップ1人残ってて、っていう、守るのは9人で守るよ、はいはい、まあ、キーパー入れて10で守るよっていうの、それからあのバイタルエリアの近くではファール絶対やんないよっていう、うん、もう PK 与えないよっていう、あの危ないような、そうですね、あのペナルティの外のバイタルってあるじゃないですか、はい、そこにスライディングタックルしなかったからすごいなと思って、でも大体ああいうのって中井壮吾はもうフリーキック取りに行くとか、そうそうだからしかないし、後半になってきたら取れるもんじゃないですか、日本がね、2、3本しか取れない、そうだからあれってあのドイツ人の監督がそのシンガポール選手にすごいトレーニングしたんだろうなと思って、ボールの取り方は本当に規則正しいうんこだね、の僕が見た中でも一番美しいウンコ、ドイツ仕込みの美しい全盲運動が今後から押し出したものなんですね、なんちゃってカウンターじゃない、その引きこもってるだけじゃない、本当にトレーニングを重ねて日本を封じるために徹底的に練習して、とにかくまあフリーキックは絶対あの 20m ぐらいの距離では絶対スライディングタックルで無駄なファウルしないんで、だからその 4枚5枚っていうやつがなんて美しい機能的にこうやってんだ、はい、久々に見たね、はい、だからツイートとか見てるとシンガポールただ守ってるだけじゃねえかっていう風に、はい、こう参見するんだけど、あれをつまんないっていうね、あれこそがね、はいはい、芸術的なブロックうんこ、ブロックうんこ相当おっしゃるところの、うん、あえて名称をつけたい、そう、僕がね名称つけたいんだけど、赤い要塞ってつけてる、赤い要塞、なるほど、あもうセブン絶対入んない、あそこを、ああいう試合はそこを楽しめばいいわけですね、そうそうそう、非常にライト層的には勉強になります、やっぱり私は行けよとかなんでだよとか思いがちですよね、やっぱりね、あのね、日本代表から目線で見ると、多分それでいいんだと思うんだけど、でも実際問題なんでああなってるかっていうことも、テレビ朝日とか解説しないんだよ、中継してる松木さんがね、松木さんがウェイとか言うんだけど、あれはあの解説という名のショーですか、 100% 日本松木さんの日本ビギだからね、ヒーローショーの MC みたいな役割ですからね、あれは俺もね、まあ、でもそうか、そこをあえてちゃんと言ってほしいなってことでしょ、俺なんかシンガポールの良さもね、あの女房なんかも、ええ、ごめん、クレオパトラも、ええ、あの一緒に見てるじゃない、はいはい、そうすると何ってやっぱりそのいわゆる一般的な日本の、だらしないっていう見方しちゃうんだけど、うん、なんかいやシンガポールって今給料上がってて J2 なんかよりも全然選手給料もらってんだよ、国内リーグがですか、シンガポールリーグ、そうか、豊かな国にやってきてるから、そうそうそう、であの基本的にはシンガポールの小さいその島の中で、うん、あのチームが8チームとか9チームあるから、結局あのホームっていう意識はもしかしたら地区ごとにあるのかもしれないけど、いわゆるホームアンダーウェイとかそういったその概念とかが割と少なくて、シンガポールって国土の面積はどのぐらい、国土の面積でいうとね、淡路島、そのうちですか、とかもうちょいあるぐらいか、まあまあいわゆるもう四国とかそんなレベルじゃない、四国九州ぐらいでしょ、四国と九州、そんな大きいぐらいでしょ、もっと小さい、本州より全然小さい、あそう、日本の本州よりは全然小さい、結局いやもうそれは当然本州より小さいけど、四国ぐらいじゃない、四国の半分ぐらいだと思うよ、間取った北海道そうくらいしないと北海道ほどでかくないと、だからその良質な理由があるんです、狭い国土でやってるから、うん、そのいわゆるその移動もかからないので、渡っちゃえばマレーシアだから、うんうんうん、あのキーパーの、前に来ていましたね、いたんでしょ、すごいキーパーが当たってて、はいはい、あのブラジル、アトランタオリンピックのブラジル対日本の川口能活が降臨したかがごとく、こう、そうね、あの、決してね、うまいキーパーではなかったんだけど、必死だから、すごい湧くよね、そうですね、ああいうのが呼び込むよね、うん、だから、本田がクロスバー叩いて、フリーキックで、フリーキックでクロスバー叩いて、あの転がってきたところを岡崎だから誰かがシュートを打ったのも、もうゴールの正面に書き出したもんね、書き出したやつもある、そういう意味では
ああい う, こう組織的にリズムが出てきちゃうとキーパーって打っても打っても止めちゃうんだよね、うん、そういう時ってあるよね、当たってるっていう、今の話で思い出しましたよ、本当アトランタの時の日本対ブラジル戦って、あの昨日の日本対シンガポールの真逆、要は日本がブラジル代、当時ロベルト・カルロスとかリバウドとかばっかりだった、すごいチームだったのに、バッコバコ打たれて、吉勝がまあ止める止めるでした。で、それを我々日本人が熱狂してましたよ、すごいぞと。で、それをまあつまんないサッカーだっていう人もいたんですよ、当時の日本のサッカーをね、そうやってガッて守ってるから、はい、特にあの前に残ってる前園と秀あたりでね、両手上げて、もうボール来ないからつまんねえみたいな感じしてたけど、でも見てる我々は、そんなユニティーなかったの、そんなこう、なんていうんですか、意思統一できてなかったんですか、あの当時ね、いろいろ裏話だから、あのいわゆる、あの時の日本は狙ってうんこ守りになったんじゃなくて、うんこ守りせざるを得ない状況の中の川口あたりっていう、だから細長うんこでしょ、そう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 、でも細長うんこの先だけカチカチの感じでしょ、守備の選手戦術としては、ね、でもキーパーは川口選手をすげえ当たりまくった、押された結果のそのあれだったけど、そのうんこ守りだったけど、うん、今回の場合の場もうちゃんと想定されたそ う, そ う, そ う, そう、うんこ守りだから、レディーメイドうんこ、レディーメイドうんこ、レディーメイドRMU、うん、でちょっとあのそれるけど、テレビ朝日は本来ならばシンガポールリーグがどういうリーグで今 J2 よりも給料もらってて、ね、で代表選手もいるんですよ、そのシンガポールにはあの中国の代表選手とかあのいるんです、だからそうやって今上がってきてるんですよって、今までのシンガポールとは一味違いますねっていうようなものとか、ね、ドイツの監督が組織的に守ってますねとか、フリーキック打たせませんねとか、相手もちゃんと解説してあげないと、なんで日本がこんなに苦しんでるのかっていうことも分かんないし、そういったところもやっぱマスコミはね、そういったその代表の太鼓持ちばっかりじゃなくてさ、ですか、その例えばね、サッカーじゃないよ、帰るときは料理番組で、さあここでですね、タバスコを用意いたしました。ちなみにタバスコというのはですね、原材料は何なんですね、何年に誰が輸入してきました、まあ、アントニオ猪木なんですけど、いやいや、タバスコ入れろよ早く入れろって一般の方の興味のレベルから言うと、アントン少女の話はいいからみたいなねだからいやでもそれがね、一般的な視聴者していかなきゃいけない、うん、逆に言うと、そういう風に薄っぺらい、はい、その解説ばっかりやってきたから、うん、こうやって薄っぺらいサッカーファンばっかりがこうモリモリになっちゃって、確かに日本はだらしなかったのも事実だし、まあ、ブーイングもしょうがないだろうなって思うんだけど、あのサッカーにおいてはシンガポールを攻める、褒めるべきだし、うんうんうん、視聴者に合わすんではなく視聴者を引っ張って持ってるような深いコンテンツにしていくように志を持って中継してる、そういうのをやっぱり野球はできてるのよ、そう、ね、野球はできてるのよ、これだからサッカーメディア論だよね、今の相当の話は、だから野球はできる、そうだってさ、田中将大がスピリットを投げる時の指の開き具合とか、わざわざさ、こう解説したでしょ、こうあのカメラの前で、田中将大のスピリッツのボールの握りはこうで、スピリッツはビッグコミット、ごめんごめん、魂を投げるスピリッツ、スピリットの、やつはこうあのボールを挟みますとか。で今ベイスターズの抑えの守護神はこう挟んでますとか、あ、まあ、あのゲットスポーツ、そうそうそう、そこういうところからこう投げてるから相手からは、うん、あの見えませんとか、そういったものをこう基本的に、例えばそれがゲットスポーツみたいなところじゃなくても、うん、テレビ中継の中でも掛布ごときでも言いますよ何だったごときって言うか、ごときって言うな、正幸さんとの間に正幸さんといえばまあまあいいやまあいいや、あのそのメディア論ね、あの相当の言ってることは、まあ、当然一理あると思いますよ、この国にフットボールをサッカーを楽しむ目を、うん、国民、そう、うん、国民全体にちゃんと育ませたいんだったら、マヨネーズって決めつけずに、それどんなマヨネーズなの、どの種類のマヨネーズ、卵はどんな卵なのみたいなね
しかもね、ごま油って一口に言うけど、大事なのはそのメディアの中でも昨日はまあ地上波ですよね、大メディアじゃないですか、うん、でそのゲットスポーツ的な番組も出たから言いますが、やっぱ深夜に流す番組とゴールデンってのは違うんですよ、見てる層が。深夜のサッカー番組はそれはやっぱりコアなサッカーファンが見るから、その専門的なねボールを回転してどうやって振り切って、そういうのはやってますけど、ゴールデンにやるってことは普段見ないような主婦も見ちゃうんですよ、おじさんおばさんたち。そういう時によりその見てる視聴者が、国民がサッカーを見る目が深まるような、つまり日本だけのサッカーがイケイケドンドンとかじゃないものを言ってくれても、まあ相当の今の意見って、そういうことでしょ。だけど逆のメディアからするとそれじゃ数字取れねえんだよっていう本音がきっとあるから、ちょっとこの今までの方法が良かったのかもしれないですね。第1期メディア作り代表盛り上げる、あ最初のね、月さん、はいはい、この同一以降ね、増やしていこうと思ったらひょっとしたらそっちに、これおじさんの意見なのかないやでもね、ドイツ代表、あドイツワールドカップの時って松木さんの解説ってものすごく不評だったんですよ、当時の J リーグファンからして、うるせえだけだとちゃんと解説しろみたいな、もいやもうすごい松木安太郎バッシングってすごかった、うん、だけどなんか時代の流れっていうか変化で、あの南アフリカワールドカップ前後あたりかな、やっぱ松木安太郎さんのあの言い方が市民権を得て、なんかこうよりみたいな、ね、プロレスで、そうよりライトなサッカーファンを増やしたっていう、なんか感触を多分テレ朝なり大メディアが得たんでしょうね。最近思うんですけど、20番なんとか選手ですね、4番本田選手、最近背番号多いんですよ、うんうんうん、松木さん進化しようとしてるあでだまだ常にベストをね、そうそうそう探してるんだと思って、前言わなかったと思いますよ、いちいち、あそう変化してましたね少しずつ、あのね別に相当の言ってる論は論で OK、 一理あるからいいんだけど、あの松木さんって実はものすごいサッカー上手い人だったんですよ、現役の時知ってるよ知ってる、日本代表選手だったんですよ、サッカーやってたんですよ、知ってるよ、かの有名な読売クラブっていうところで選手をやって、知ってますでその後ね早々と引退してね、すぐコーチになってね、なんか監督になっちゃって、93年に初代の J リーグ監督やってるんですけど、そういう人ももう知らない世代がいっぱいいるでしょ今、だから多分ねあの人のことをね、なんか面白いおじさんとしか思ってないような若い作家がいるかもしれないですけど、ただあの本当に面白いおじさんではないですか面白いおじさんじゃないですか、でね、だけどすごく真剣に戦術の話をすれば実はできるんですよ松木さんって、そりゃそうでしょ、すんごい詳しく、はいはいはい、だけどそれは今このゴールデンの俺に求めら、ゴールデンタイムに流れる俺に求められてないだろうっていうのを松木さんも感じて表現してるっていう、それはやっぱり曲側の希望もあるし、やっぱりサッカーマンっていうのは芸能において、うん、やっぱそのフィールドフィールドのポジショニングが上手なんですよやっぱり、うん、昨今前園さんが松本人志さんに、ねあったね、出されたパス、与えられたフィールド、うん、完璧に走るでしょ、うん、あれっていうのはやっぱサッカーマンのポジションの取り方なんじゃないかな、そう、あの最近、前園さんすごい大ブレイク中だね、カバーなさるでしょう、だから元アスリートだった現役選手が、まあ、監督をあとあと解説やって、まあ、要するに松木さんみたいなパターンで今までなかったから、それはそれで一つの市民権というか新しいファンの掘り起こしにはまあ貢献したかなっていうのはあって、それが2006年のあの G 校のワールドカップが終わった後のこう急激に冷え切った時にやっぱ松木安太郎ってそこからグーってテニスの松岡さんみたいなノリになってくるんですよ、それまでそんなに松木さんってあのブレイクしなかったんです、確かにもうあの人嫌いな人ちょっといないレベルまで来たような、でしょ、失礼しますよね松木さん、現の現役の J リーグのサポーターでさえも今多分松木さんにそんな嫌悪感持たなくなったから、うん、まあ一定のあれだったけど、ただスーパーの言ってたような今後のより多くのファンにサッカーの目を育てるんだったら、そういうさっきのシンガポールの芸術的な守備の戦術は何だっていうのをせめて地上波の、ね、数千万人が見てる、松木さんがねそれを言えないんだったら、はい、じゃあ片や宮本だったり小田とか、はい、そうですね、まあ、そういういわゆる戦術プロみたいな人
間がちゃんとこう語ってあげないと、日本代表を別にシンガポールを上げることではないんだけど、やっぱり今行われている現実の見方の冷静な目っていうものをやっぱり伝えていけるようになっていかないと、不状態だとして何がそこで、そういうヒステリックに日本が弱いっていう風に、だ当然シンガポールが引いてくるし、その戦術だし、逆にシンガポールがなんでそれを必要なのかというと、まあシンガポールはここで勝ち点1取ればあの後が楽になりますから、あとはあのそうだね、こういうそれぐらい言ってほしかったね。そう、それもなかったから、それもなかった。そう、なぜこのアウェーのサイスターでシンガポールはこんなに攻めないと守ってんだぐらいの、ね、はい、解説ぐらいはした方がいいよ ね、 で逆に海外でも、海外でもリヒテンシュタインがスペインとやるときはこうなりますからね、とかいうことをもし外国でその比較した方が分かりやすいっていうんだったらそれでもいいですよ。ホンダロックがマリノスとやったときは当然こうなりますからねっていう話でもいいんですよ。ホンダロックの場合はちょっと全国で分かりませんか、分かりませんか、あの放送禁止用語、ね、そうそうそう、サッカーのっていうスポーツ、フットボールのスポーツの結構重要なワードでホームアンドアウェイっていうものがあって、はいはい、アウェイで勝ち点1で引き分けで帰るってことはすごいことなんだっていうことがまだ日本の国民にそんなに浸透してないんですよ、あの例えてほしいですよね。キングオブアジアの選手があるジャパンに乗り込んで大観衆の前で勝ち点1をシンガポールが持ち帰ると思う。昔でいうそのブラジルにね、あの方のかもしれないとしたらっていうね、そのサイズ感をね、そうそうそう、ね、だからもう足軽が姫を抱くぐらいの、そうだね、抱くもしないキスぐらいですかね。逆に言うと、あの日本が、はい、あの苦戦しているというよりアジアのレベルが上がってきてますよ、そうですよね、このままじゃ日本やべえですよ、そう、そういう締め方が欲しいですよね、ぎゅっと詰まってきて面白くなってきてると、ただ大福をそれいけそれいけばっかりってない、あのテンプレートね、これがワールドカップですっていう、ね、そう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 、ね、いや、あの監督が上手になんか This is football みたいなあの便利な言葉で、まあそういうのもやっぱり今からのメディアはやっぱりやっていかないと、その日本はその驚異的なスピードでここまで上がってきたけど、ここからは伸びはどうかするんですか、そうですね、だって足が速くなってくるのも一緒ですもんね、そう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 、いつもミリ単位刻んでいく勝負ですね、そうそうそう、だって学校で例えれば、例えば300番のやつらが100番に上がる努力と3番のやつが1番になる努力ってやっぱ全然違うと思うんだよね、同じ時間数かけるかっていったらそんなことはないと思うんで、よく追いつかれて中でどうしていくかってことですよね、だから日本も追っかけられる立場になってアジアからマークされる存在になったんだよっていうこと、やっぱり見方をもうちょっと超えさせるっていうことをもっとやっぱりメディアは聞き持たなきゃいけないんだけど、なんかそういう感じじゃないですね、シンガポールの立場とかね、シンガポールの人たちもこう把握してしまってやってるっていうのをもうちょっとねこれ、まあ、予想で言っていいですか、想像で言いますけど、多分ねメディアの人、まあ、この間はテレビ朝日だったり NHK だったり、多分ねシンガポールがね、さっぱなからね前半でもう3失点ぐらいして大負けするっていうストーリーしかね事前に描いてなかったと思うの、だからアナウンサーとかそういうディレクターが、うん、原稿素材としてはそんなにシンガポールの人がどうだなんていうよりはそんなものは用意しないということで、やっぱりマスコミがまだ稚拙だね、そうなんですね、読みはもう一個の案ですけど、やっぱりそういう大メディア、ね、大きな試合でいいカードを扱ってきたメディアには無理なんじゃないですか、まあ、J2、J3 の悪そ試合をどう面白く見せようか、もう下準備すごいですから、はいはいはい、ちょっとね、控え少の生い立ちに至るまで、それで見せる互いの立場、ね、群馬大臣、今日はこう大事ですよっていう、もうちゃんと喋りきれる、ゼロゼロの試合を喋ってきた地方局のアナウンサーに、なるほど、いいかもね、まずはね、まずは、まずはね、こうか、栃木放送とかに、そうです、そうです、今こそ、なんかね、47都道府県の地方局。はい、のアナウンサーからそれを身につけると、それがだんだんトレンドになっていって、大メディアがアナウンサーがみんな真似するっていう逆プランはいいかも。シンガポール日本戦に関してはそっちの方が僕らはいいものが見れたからなんですよね。いいね。そう、これ結局は需要と供給というか、求めるものがそういうものを求めなければ、大きなメディアがそういう、あの
態度になっていかないよね。だからその総統が言ってる、総統が言ってるだけじゃダメで、かなりの多くのサッカーファンがもっとその相手のこういうことももっとやれやれっていう声が上がっていかないといけないから、でそういう人を育てるにはいいんじゃない、その総長の提案は結構いいかも。主の人がな、だわこの試合は100個試合でとか言うの秋田選手はそう違うんです、なまりとかのことを言ってる、ほのぼのさせようっていうんじゃないです、違うんです、根本的に違います、違う、有事工事がやるとか全部標準までやってますし、そういう均衡してね、こうスター不在の中でもいかに盛り上げようかという、だからもうコンテストにしたらいいですよ、今回の教材にして、日本対シンガポール戦 M1 グランプリと一緒ですよ、1個のそのソフトをみんなで解説するのが一番、ね、つまり0-0のドローで終わった試合、もしくは0-1で負けた、1-0で勝ったみたいな、こうあのライトな人が見たら何が面白いんだろうっていうような試合を、ご飯と味噌汁しかないグルメリポーターさ、喋り手のスキルでいかにこの90分が面白いかを競うコンセンスとは提案したい、ね、そうですね、そこから文化は育つ、ガチにやっていただいたら面白いと思うんですよね、勝ち負けもわははっていうようなところで、彼のここいいねっていう勉強会というか、本当僕スカパー見せても、あこの人僕好きだなって人いますけどね、そうそう、スカパーとかはそれができるメディアなんですよ、はい、要は全国、あれは地方局に委託してる、もちろんそうだし、あれは有料放送だから、誰が見てるってなると、サッカー好きな人しか見てない、だからさっきの点は、サッカーに興味ない人でも多分、火曜日の夜7時は見ちゃうんですよ、そこで本当は、相当が言ってたことは出してほしいけど、いきなりは多分難しかったら、最初はでも逆に僕はライトの方から行った、ちょっと見たんですか、もちろんね、ライトですから、マンチェスター・ユナイテッドとかね。てるのに、香川はそんなに贔屓しないじゃないですか、スカパーは、そうね、ちょっと言ったら、ちょっと なんならちょっと我慢するぐらい、イーブンでやるよね、ただ僕一番嫌なのはお母さんが来ていますとか、プロなのに今日はお母さんが来ていますとか、いやで、しかもそれがもう結構バイタルの攻防してるぐらいのタイミングでさっき言ったりとか、ああいうのはちょっと興ざめする、ハーフタイムだったらまだいいけど、そうですね、オリンピック的な喋りでしょ、そうですね、あ、でもあれじゃない、父に捧げる N テレの、あのマニュアルがあるんじゃない、あるでしょうね、ここで家族を抜くとか、だからあの今ジャイアンツにいるピッチャーのマイコラスっていうピッチャーがいるんだけど、それの奥さんがえれえきれいなんですよ、ちょっと放置新聞はもう食いついたよ、マイコラスの美しすぎる奥さんみたいな感じで、そういうなんかネタを身内から持ってくるっていうのはやっぱり N 系の得意技のマニュアルとしてあるんじゃないですかね、だからやっぱり一瞬にこう訴えるというのが上手なんですからね、やっぱりね、確かに高校サッカーを僕はテレビで見てる時に、あこの人のお父さん来てんだとかは別に興味じゃなかったですね、興味なかった、いや邪魔じゃなかった、邪魔じゃなかった、はい、見てたから、アルプススタンドと一緒ですかも、ね、まあ、それを今 ACF とかに持ち込まれちゃうとなんかちょっとまあね、多分バランスなんじゃないですか、その、あのこのマニアックというか、要するに非常に戦術的なサッカーの質の部分を語る時間の分量と、そのエンタメの要素というか、まあ、頑張れいけみたいなね、その時間が、まあ、同じ2時間の中継の中にどれぐらい入るかみたいなのバランス、あの人シュートを打って外した人の顔を追ってる間にこの脇が蹴っちゃってんじゃんみたいなのがあるでしょ、無駄なアップね、はい、あとあのサイドえぐって、クロス上げるとかアップにしてる、いや中の動きそうそうそう、そこは引けよっていうね、そこはカメラ引いて、いいわいいわ、なんかそのあの一緒に走ってボヨンボヨンしないカメラの性能を見せたいのか知らないけど、ね、なんかともう近くで撮ってますよみたいな、いや中の陣形見たいのにみたいな、あれ選手にカメラつけたらダメなのかね面白いないですけどね、ナイキのコマーシャルとかそういうのやるんですよね、最高に面白い、いずれじゃんけんで負けた一人がつけさせられるんじゃないですかなんとかアイビッチね、面白いね、昔 F1 がさ、
なんかこう F1 のヘルメットの中にカメラ入れた時とか、ね、すごい衝撃的だったの、ね、でも、もうそうで興奮してるからあの手の動きですね、ドライバーとか興奮してるからなんか急に入ってきたらフワーッとかって言ったりするから結構スイッチングとかは大変だろうとは思うけど、だからライブでは流さないよね、うん、あれは。ゴールポストとかだったらね、つけてもね、あの今日季節してそのサッカーのメディア論にちょっとなったから、どうしてもこれだけは言いたいってこと。僕もこれだけ言いたいの最後にいいですか。どうぞどうぞ、先前に、前にどうぞどうぞ、はい、ジョン・カビラさんの横に、はあ、ガンバの中島さんの娘さん、はい、フジテレビ、はいはい、顔濃すぎないですか、濃いそこにゲストに宮本選手とか日本のテレビ局じゃないでしょうね。そうだね、すでにね、だからアテンな感じがするよね。以上です。以上です。ライト、まあライトの意見です。まあ、ライト層の意見です。これ多分、いやそういうの大事だと思う。外人として見たらすごく日本ってすごい誇り深い日本だなと思う。意外に誇り深いよね、日本人ね。あの言いたかったことは、ライト総長、多分ヨーロッパチャンピオン、ヨーロッパのチャンピオンズリーグ大好きじゃないですか。はい、うん、好きだ、ライト総は大好物ですよ。ね、でね、華やかですから。あの、それ、独占放送してるのスカパーじゃないですか。はいはい、で、多分ライト総長もスカパーは契約して見てるじゃないですか。はいはい、で、あの、あとワールドカップとか、ヨーロッパチャンピオンズリーグクラスの世界規模の大会になると、あのカメラの台数とかがまず異常に多いんですよ。あと、よく背中に抱えたまんまピッチサイドずっとハンディカメラ持ってる、はいはいはい、チャンピオンズリーグ見てるとそういうのありますよね。ありますね。あと上、まずドローンのような、昔大分のビッグアイでもあのワイヤービーってやってビューンって飛ばすとかあったじゃない。ああいうそのまあ要するに FIFA の大会とか UEFA の大会を取るときはやっぱり本当に世界的な技術マンが集まっていかにこのスポーツを魅力的にまず捉えるかってことをやるんですよね。あれはヨーロッパチャンピオンズリーグのあのクルーっていうのはもうエリート中のエリートがあってるんですよ、巨額で。だからただテレビ見てるだけだけどものすごい絵を撮るじゃないですか。1カメ界のジーコみたいな、で2カメ3界のそうなのに、そのさっき総長が言ってたシュート打った外した後の代表選手のバストアップをひたすら取っちゃってもうプレー続いてるのにみたいな不満だって言ってたじゃないですか。これ多分日本の地上波の話でしょ、はいはい、じゃチャンピオンズリーグ当然アップ取るんだけどすぐスイッチャーがパーンって試合が動いたら引きの絵から入ったり、だからそのスキルはやっぱりレベル高いなって、はい、だからあのでもこれはちゃん今スカパを見てるからそういう目に慣れてて、逆の不満がライト早朝に出てるんですよ、要は地上波。ただ多くの日本人はそのスカパの試合中継とか FIFA レベルのあれは見てないからあんまり、だから今こういうもんだろうって。恥ずかしいっす、俺はカルボナーラ食べてそば味薄くねっつってるダセー日本人です。そういうことだ。ノット侍でした。意外となんかマスカルポーネの地図が薄いんじゃねえかみたいなことをね。でも一般庶民はインディアカルボナーラなんて別にどんな地図でもとか言って意外と食っちゃってるのがこのまだ国でしょっていう状況の説明がちょっとしたくて、ただだからといって妥協することなく、さっきの総統の言ってることもそうだからバランスをうまく取り入れてほしいなって、テレビで試合を伝える側もいやそこのスイッチはもういいでしょうとか解説も実況も、ね、ただあんまり専門的になりすぎると多分普通の人見なくなっちゃうからエンタメも必要かなと思います。ただ、まあ、今回 そのシンガポールと引き分けたことでそのあだいぶ日本のレベルが下がってんじゃなくてアジア全般のレベルがやっぱ上がってきてんだなっていうのはちょっとやっぱり考えてほしいかなと。なんでならシンガポールはそんだけドイツの代表クラスの監督を呼べるんだよね。そうですね。そうで、あの当たってるキーパーなんかも、はい、アンダー22 の選抜でマレーシアリーグでプレーしてるんだって。ああ、そうですか。今日もちょっと報道ありましたけど、この人、実は来てくるんだなと思いましたもんね。ね、なんか、だって、いや、安くないんだよ。だから安くないのよ、彼呼ぼうと思ったら。そうそう、だから昨日、そのシンガポールの、あの正ゴールキーパー、一度 J2 のクラブオファーしてるんですよ。あ、
そうなんですか。でそれで成立してないの。で、ああそう、そう。だから安い、どうせ安いし話題になるしうまいしいいじゃんと思ったけど、安くないんだ。で今日今回当たっちゃったからもっと高くなっちゃったから。今ね、もう多分栃木とか群馬じゃ呼べないよ。そうですか。うん、ましてや鳥取や来てほしいな。鳥取やさぬきでも呼べないね。あ、そうですか。呼べんだったらセレッソとか、J2 でも千葉とか大宮とか、ああいうとこじゃないの。ただ我々のチームはあいつに蹴られたんですか。蹴られたと思う。いりません、別に。あ、そうか。でも面白いですね。でもアジアのレベルが上がってるってことは面白い。今までね、僕も知らなかった、初めて見た選手だったけど、面白い選手がこう出てきて日本で J リーグでプレーしてくれるようになったら、またシンガポールのね、テレビでも J リーグ中継してくれれば J リーグ の, あのお金も入るわけだから、アジアのプレミアリーグタルそうそうそうになりたいですもんね。そうそうそう、面白いですね。面白いですね、うん、本当に戦力としてシンガポール人とね、そうです、うん、だって個々の一人一人の選手ではもしかしたら能力高いっていう人だって十分いるし、うん、ね、FIFA ランキングだけがなんか そ, の、うん、その国のリーグのなんか格が上下じゃないもんね。そうですね、例えばヨーロッパチャンピオンズリーグのベスト4まで行くようなキーパーにポーランドの代表キーパーがいたりするじゃないですか、ね、チームはイングランドのチームだけどねみたいなね、うん、そうですね、うん、あの人もそうですもんね、あのドルトムントのワントップの人もなんかバドが出てないですよね、国だから何人名前であれとかこれになっちゃうけど、つまりその俺はもっとキョトンだよ。今そう、何言ってんだよ。キョトンです。キョトン。キョトン。キョトン。はい。ポカン共和国のキョトンです。本当か。というわけで。そうですね。まあまあ。まあちょっと来週じゃアジアサッカーのこれからみたいな。うん、いやだから今後もね、まだ第二次予選はまだあと5試合あるし、ね、最終予選まあ多分日本行くから。そういう目で見たらいいんじゃないですか。ちょっと楽しみといたしましては、はい、まあ、今日はメディア、まあ、偶然代表戦の話からそのメディアの話になりました、うんうん、まあ、そういう豊かな見方をできるように。あ、ごめん、どうして1個だけ言いたくない。松木安太郎さんにあの、うんこ守りもしくはゼロ式うんこ固めっていう言葉を誰かが伝えて次から言ってほしいお食事中の時間が多いですね。我々がこの締めだと我々の放送がまあまあ、そうですね。でもさ、ツイッターでさ、うんこがためうんこがためてすごい流れてきてた。浸透してきた。お言葉が福音となり。そう。だからなんか次のチャンスがあったら、あの松木さんに言ってもらえればね、日本国民が全員知ることになって。まあでも法人には乗るでしょ。そうじゃない。だからもう今のうちからあの登録商品マルシーマルシーつく。マルシーつけというね、ちょっと金が入るようなそれは金にこだわって非常にがっちり守りを固めること、またはその様のことを言うみたいな。まあごめんなさい、はいはい、というわけ で、また来週ということでね、草木正成ライフ総長でした。大人参謀長である真のフットボール革命の指導者ロック総統であるセーフでしょ、勘ではない、セーフセーフセーフ諸君、結集せよ。マハブート、これは革命で。マハブートってどういうことだ。え、シンガポールのキーパー。あ、そういうことなんだ。びっくりした。なんか、誰かにメッセージ送ったのかな。いや、来て、ホンダロックにマハブート。マハブート。はい、パッパカパー、パッパカパー。